玉船和尚鎌倉記は、大徳寺185世玉船州、和尚が鎌倉を訪れた時の日記である。玉船和尚は、諸賀骨董の世界では、非常に有名であり、佐藤閣流とも関わりが深い。例えば戦争団の三難で、表戦家としては、実質初代にあたる戦争者は、玉船和尚から後進の号を授かり、またその推薦により、紀州徳川家の佐藤となった。 石州流として知られる片桐石州は、玉船和尚から総刊という古事号を与えられている。その玉船和尚の鎌倉記は、作家のおさらぎ次郎が持っていたものが唯一であり、写本等は残されていない。玉船和尚が鎌倉を訪れたのは、その記述の内容から三大将軍、徳川家光の地下、寛永19年から21年の間と推定される。 秀勝寺が完成する直前である。また書かれたのはそれほど間を置かずにであったろうと見られている。玉船和尚鎌倉記の鎌倉史研究所における価値は近世のものとしては時代的に古く、その後鎌倉は観光地化されるが、それ以前の衰退した鎌倉の姿を見るまま、聞くままに文色を加えずに記述しているところにある。また資料として、 実質的な記事が豊富な点で、その点では、拓安双方の拓安王将鎌倉巡礼期をはるかに超え、歴史学上の資料としては高く評価されている。ありがとうございます。